コロンビアレコード、コロンビアレコード、コロンビアレコードはアメリカのレコードレーベルの一つ。現在は米国ソニー、ソニー株式会社の現地法人完全子会社のソニーミュージックエンターテインメント、住まいの一部門となっている。1953年に当時の親会社である CBS は別レーベルであるエピックを設立し、三家のレーベル群を束ねる存在として、 CBS レコードグループという法人を作った。コロンビアはその中核レーベルとなったが、アメリカ以外の国では、コロンビアという商標を他社が保有していることが多く、日本では、日本コロンビア、2002年10月に、コロンビアミュージックエタテインメントへ一時社名変更、2010年10月をもって、社名復帰が、名称とツインノーツといわれる音符マークを、登録商標として保有している。 このような場合は、レーベル名として代わりに CBS が使われており、コロンビアレコードと CBS レコードは混同されることが多い。1990年代よりコロンビアレコードレーベルで発売されてきたクラシックジャンルについてはソニークラシカルレーベルへ移行している。CBS とソニーが合弁で発足させた株式会社ソニーミュージックエンタテインメントの前身である。 CBS ソニーレコードでは、国内作品、J-POP 等では、ソニーレコーズレーベルが中心であり、コロンビア、CBS のレーベルは、洋楽、クラシックといった、輸入版に、ほぼ限定されている。日本における正規輸入版、日本版、日本語ライナーのおつつきのレーベル作品については、株式会社、ソニーミュージックエンタテインメント、スマッチ。 住まいとは直接の資本関係はないの子会社であるソニーミュージックジャパンインターナショナルソニーレコーズインターナショナルからコロンビアレコードの商標を国内で保有している本コロンビアの商標許諾シールが重付される形態で発売されているコロンビアレコードは本来レコードビジネスにおいてコロンビアというブランド及び商標を使用しているがイギリス A コロンビア EMI や日本、日本コロンビアのうに、米国以外の国や地域では、同社以外の企業が商標権を保有していることが多い。そのため、コロンビアレコードでありながら、一部の国と地域において、コロンビアという本のブランド名を使用することができず、CBS 参加の時代には、CBS というブランド名を使用していた。日本コロンビアは、1962年の A、 コロンビアとの契約解消後、一部洋楽、米コロンビア音源に、CBS レーベルの使用を開始、通称、CBS コロンビア。それ以降は、洋楽部、CJ、CBS ジャパンの略称に所属した邦楽ポップス歌手、グループ、霊、エミー・ジャクソン、ジャッキー・ヨシカワとブルー・コメッツ、ビレッジ・シンガーズ、伊藤・清子、黒沢・ト夫、徳永・メリトについても、 1968年6月30日までに発売された新譜には CBS レーベルを使用していた。LL- で始まるシングル版の企画番号にちなみ、L 版と呼ばれていた。これらは1968年3月の CBS、ソニーレコード以下 CBS ソニー設立後、米コロンビア音源の洋楽は改めて同社で、同年7月以降より順次再発売された。 方角ポップスは一部が CBS ソニーに販売権を譲渡された一方、引き続き販売権が日本コロンビアに残った作品はレーベルをコロンビア、コロンビアやデノン、デノン等に変更して年9月以降より順次再発売された。当初 CBS ソニーは米コロンビアと日本コロンビアとの原版契約を縦に旧 CBS コロンビアレーベル所属の 方角系アーティストを、既発売音源の販売権を含めてすべて CBS、ソニーに移籍させようとしたが、このうち、ジャッキー・ヨシカワとブルー・コメッツは、一旦、CBS ・ソニーに、形式的に移籍後、契約切れを経て、事実上日本コロンビアに復帰、実質的には残留。また旧 CBS コロンビアレーベル所属歌手の、一人だった、黒沢俊夫も日本コロンビアに残留している。 もっとも、ビレッジシンガーズと、伊藤清子の2組は CBS ソニー発足後も、日本コロンビアからビレッジは2枚、シングル版を、伊藤は1枚、シングル版をそれぞれリリースした後、給付の販売権を含めて移籍した。前述した CBS ジャパンについても、文芸部管轄の歌謡曲と同様、レーベル名を、コロンビア、コロンビアに変更した上で、 洋楽部によるポピュラーの国内制作部門として存続し、企画番号のみ1973年6月末までエルバンとして発売された。また、前後して、旧来の専属作家による歌謡曲を中心に担当していた文芸部内でも、専属外の作家による P グループが発足して、P マイナス企画番号による邦楽ポピュラーが制作され、邦楽ポピュラーを洋楽部、 文芸部 P グループでのレーベルが競い合った。ソニー参加となってからは CBS というブランド名が使えなくなったため、ソニー、ソニーミュージック、SME などのブランド名を使用している。日本の輸入レコード店にはコロンビアという商標のついたアメリカ版が並んでいるが、それらには日本コロンビアによる商標使用許可を受けていることを示すシールが貼られている。 ソニーミュージックのクラシック向けレーベル、ソニークラシカルの赤字に音符の傾きマークはコロンビア時代の名残を象徴しているとも言える。日本においてコロンビア、例、コロンビア共和国と区別するため、商標はあえて旧金遣いでコロンビアと表記している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。